OK。カメラどう俺、こういうなんか鼻水垂れ流しそうな配信の時に限って、あれないよね。今日あれないよ。カメラ変えちゃってさ。<laughs> すごい。多分画質がそう、かなりいいでしょ。これさ、すごくてさ、あのー、これ、近距離にさ、こうやって物を寄せるとさ、 ほら、ちゃんとフォーカスしてくれない自動で。っていう、クソどうでもいいあれなんだけど。<laughs> いや、泣きませんよ。<laughs> <laughs> 若干涙目だけどね、今 <laughs>。まあ。ゆっくり話します。奥さんと同じ。あ、そうなんだ。これ。 あれだよ奥さん結構ミリタリーシ民だなこれねあのど,なんかどんなところから落としてもなんかぶったたいてもなんかぶっ壊れないみたいなそういうケースなのよね本当かどうか知らんけど <laughs> ちょっと待って <laughs> <laughs> いやーまああのー、まあそういうことっすね <laughs> いや時間はできるんだけどさまあこれからのことっていうよりもまあまずそのやめるっていうあれあげちゃんあれと俺のまあなんだろうその別にあのー、なんだろう分かってると思うけどこうなんだろうモルさんをこうどうこう言ってほしくないっていうのとあと何, <laughs> 何こう俺自身変な風に思われたくないから言うけど あの別に切られたとかあのなんか給料減らされたとか <laughs> そういうマイナスのあれであの辞めてったわけじゃないっていうのは、まあ、まずあの第一に言っておきますいやいや結構さいるんよネットってさいろんな人いるやんいやいやいるんよそういうふうに思ってる人 <laughs> まあ,あのそのどちらでもないこれはまあ俺の意思で普通に辞めたっていうのは いやねそれがねいるんよはいてかさツイッチて酒飲んでいいんだよね酒飲もうお疲れ様ってクレさんが言ってた俺自身に言ってんの <laughs> どういうことやね <laughs> <laughs> 乾杯する前に飲んじゃった酒とか言ってもレモンサワーだけどねアルコール5%の。 まああのなってなんか棒読みが変だなちょっと待ってないラトンちょっと。 アーカイブどうしようかねアーカイブ消して YouTube にアップしてもいいんだけどね。配信者になるから、多分。<laughs> どうするかちょっとわかんないけど <laughs>。ま残してていいか。めんどくせえから。あの、伝説の視野角80なあのクソみたいな。<laughs> あれね、視野角80結構やってたね。1年ぐらいやってた気がする。視野角80で。あの、当時ね、 なんだっけゴーストゲーミングみたいな、なんだっけあの名前。もう覚えてねえや。あのアメリカで。あらあらアメリカじゃねえな。ハれ違うわ。ハレツだ。なんかの世界大会で。ルーマニアだ。なんかね、なんかアメリカのチームでね、ゴーストなんちゃらみたいな。なんかいたんだよ。その人もね、確か80だった気がした。最終的に、あの、プロフィーみたいな。プロフィーポロフィーなんかわかんねえ。もしかしたらポリさんかもしれん。 <laughs> まあで、あ、いや、あのー、あれっすよ。YouTuber っていうか、まあツイッチで、ちょっと当分配信しようかなと思って。別に、なんか YouTube メインで配信するとか、全然そういうんじゃないっす。普通に、ツイッチっすね。配信すんだ。<laughs> なんかが、なんかそういう人がいて、で、別にその人の真似したわけじゃないんだけど、あ、この人80なんだみたいな。俺も珍しいみたいな感じだった気がした。 アルファリーグやね、言ってしまえば。あ、そうそうそう,そうし、しないしない。<laughs> アルファリーグってか、あのー、何つったっけな <laughs> えっとね、p u b g ャパン、二千2 0 1 7そう知ってる人少ないと思うけどね。これだ ジャパンチャンピオンシップっていう大会があったんよ。知ってる人いるかなあの、ジャパンチャンピオンシップっていう大会がさ、あってさ、それが、映してい,いのかな記事とか。やべえかな、まあ、あと消せいいか。えー、っと、これ映ってる。まあ、この、ジャパンチャンピオンシップ っていうそ,うそ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 う、あのー、いてしまえばデトネーターとか言ってさ、これ知ってる人はね、相当のマニアだね。これ、10月の22、ちょうど、ちょうど4年ぐらい前、ちょうど4年ぐらい前、<laughs> ちょうど4年ぐらい前に <laughs> この、こんそう、これがあって、で、これが、PBC の、あのー、一番最初の大会 ドン,はずそうドンカップとか含めたらちょっと分かんないけどまあその公式そのなんだろうなこうなんかこれで勝つと国外のやつらとやり合えるぜみたいなそのなんかっていう意味でのそのでかい大会は絶対これが確か最初で応募者がねなんかめちゃくちゃいたんよこれ何人いたっけなこの時さちょうど200万とか300万とか人がいる時じゃない なんか、やべえ、みたいな。これね、い、何で言ったっけななんか、<laughs> そう<の笑>、ね、俺なんかもう覚えてないけど、えっと、あ、そうだね、懐かしい。<laughs> あね、これも知る人ぞ知るけどね、そう、フィアちゃんって、最初、新メンバーだったんよ。最初、サンシスタースーサイダースみたいな、名前でやって、で、フィアちゃんと、 そう、まあスパイダーっていう意味はなれてるかわかんないこいつは。こいつは。このレケン JPN って人は。まあ、この人、まあ、なんか今、何なれてんだろうね。なんか学生なんかな。なんか医学生みたいな。なんかわかんない、人のあれだから出していいのか知らんけど。まあなんかゲームもちょこちょこやりつつって感じなんだけどね。めっこの人強えんだまた。で、まあ俺。でやって、なんかね、ソロ、スクワット。 ソロ、デをオ、スクワット。えなんかわかんないけど、何個かに分けて、それの合計点で競うみたいな、なんかよくわかんない、あれだったんでね。で、ソロで、俺、鈍勝して、で、スクワットでも、なんかクラッチからなんかよくわかんない、あれで、変わった気がすんなえ。なんかもう覚えてない、もう覚えてない。なんかもうごちゃになりすぎてて、覚えてない。まあ、よくわかんないけど、とりあえず1位になって、で、まあ、この人、 まあこの人って言わなくてもまあ知ってるよなまあちょっと身内の不幸が重なってさで大会がちょっと出れないってなっちゃったんよまあツイートしてたから言うけどねでそれでねメンバーがちょっと急遽変わっちゃってっていう流れだった気がしたでまあそれを言い訳にするわけじゃないけどまあ大会ボッコボコでさ <laughs> 俺らが出た大会なんて国外大会なんて結局ほとんどボコボコっていうかさまあボロ負けだったけどまあ <coughs> そうこっから始まってでまあいろいろ何やかんやあって何やかんやかんやが長すぎるんだけどさ俺の場合まあなんか <laughs> いやちょっと <laughs> あれだなみやアちゃん1回離れてあのこのまあこの三振ってあの時ね確か3チームぐらいあったんよ で、この4位の1個下に確か、まあ、その有名なチーム、超有名なチームがいて、で、ルール上は問題なかったんだけど、その、同じ大会に3チーム出てるっていうのが、あの、全然いなくてさ、俺ら以外に、サンシス以外にいなくて、で、まあ、めちゃくちゃ叩かれたんよ。なんか、こいつら、チーミングだ、みたいな。あの、多分ね、サンシスターチーミングって検索すると出てくる。<laughs> それぐらい、なんかね、 すごかったんよ。あのー、もちろん実際今終わっても言うけど終わったからこそなんか暴露できるタイミングであろうこそ今でも言えるけどあのガチで誓ってそういうなんか何ヤオ長ョジみたいなんかインチキをしたわけではないんだよ。これは俺心に <laughs> 胸張って誓えるけどでもなんか状況がこう俺らがこう睨み合ってて一生ファイトしねえみたいな実際は圧が強すぎていけなかったんだよね。 でうわ無理だこれみたいな感じになってやめてでさ向こう側のチームがこう裏返って突っ込んできてなんか俺らやられちゃったんだけどまあなんかすごいね最後の最後まですごいやり合わなくてそれでなんかあのー「あこいつら!」みたいなでしかもその4位まで世界大会まあ世界大会っていうかまあその国外大会に行けたっていうルールだったんだけどちょうどその1個下にさいたんよ。 あの人たちが <laughs>。え、別に、だからあの人たちがどうこうめんどくせえとかそういう話じゃないよ。そういう話じゃないんだけど、まあ、で、こうサンシスがさ、2チーム入ってるからさ、こいつら、汚いインチハローだみたいな、なんかどっちか落とせやみたいな感じになって、すんごい荒れてさ、それで。俺んところにもなんか飛び火してきてさ、お前やったろみたいな。えみたいな。どういうことみたいな感じになったんだけど。<laughs> まあ、別にさ、ね、なんだろう、その、その時も、 その時もうっていうか、ま、20、24。なんてチームですかいや、ま、ま、誰もが知ってる。ま、さっきポロッと、ポロっちゃったけど、ま、別に調べるで出ることだから、ま、誰もが知ってるとこよ。出ててさ、そうそうそう、そういう順位のあれもあって、ま、ひどかったんよ。そすごい、バッシングっていうかさ、あれがさ。で、ま、あ無事、ま、なんだろう。ま、別に、な、何も不正してないからさ、順位が変わるわけもないんだけど、当たり前のように。ま、それで行って、 知らくたって、アルファリーグ、ベータリーグ、わかんねえ、どっちだっけなんかわかんねいけど、そうなんかなんとかリーグみたいのが始まって、で、何これみたいな感じになって、なんかね、どこまで行っていいんだ。いや、まあ大丈夫だよな。えっとね、あの、お金、うちでがどうとかそういうのあれじゃなくて、なんかその、この頃、2017年、2017年の FPS のね、格ゲーとかは知らないけど、 FPS のそのプロチームってなんだろうなお金が出なくて当たり前だったんだけどここら辺からね確かすごい出始めるチームが多かった気がするこの時って多分まだ PUBG 以外にタイトルないよなアバが終わってオーバーウォッチが若干かオーバーウォッチが若干 えそうだよねそ、オーバーウォッチが、まあ、ワンチャン出るとこ出たみたいな。えただそれでも、いや CG もあったけど、あんまりね、なんかこう、固定球みたいな、あんま聞かないね。まあ、いやそのいやタイトルはもちろん知ってるし、出てくるんだけど、GO とかさ、まあ、もっと言ってしまえば1.6とかソースとかさ、まあ、いろいろあるじゃん、バトルフィールドとかさ。まあ、でも、その、何、あのー、お金が出るっていう意味で、本当にそのプロチームとして一人一人雇えるっていうレベルのとこって全然いなかったんだけど、 え多分ね、こっからなんだよね。なんか、あの、すごいさ、PABC の熱もすごくてさ、こう、スチームで、この同時接続数見たことねえみたいになって、その大会で、こう、選手ができたっていうあれだからさ、多分引き抜き合戦みたいな始まったんだろうね。それで、こう、チームが、こう、あれを守るために余計こう、お金を出すしかなかったっていうか、多分ん、かった、これ、うちのこと言ってるわけじゃないからね。まあ、だからそういうチームが多分多かったんだろうね。それで まあ、その、でかいからさ、タイトルが。その、スポンサーとかもやっぱついてくれて、まあ、お金がなんとか出るチームは出てっていう感じで、多分三320もいたっけもう全然覚えてない。まあ、それで、まあ、なんとかこう、なんとかってって、いや、でもそれだけじゃん、まあでもやっていけなかったけどね。まあでもまあ、その、お金が出る、少なからず。まあでも、俺からしたらさ、金が出るっていうのが、それだけですごいありがたかったっていうかさ、まあ、 あ、とんでもない話。<laughs> まあ、とんでもない話ですさ。<laughs> で、お金もらえんの、マジでみたいな。え、じゃあ、じゃあ頑張ろうって言ったら変だけど、なんかこれ、死ぬ気でやんないとなと思って、ま、いろいろ俺なりに頑張って。で、まあ、そっから、結構1位取ったんじゃねえか。 わかんないけど、まあアルファリーグとか、ベータリーグとかなんかよくわかんないけど、まあいろんな大会で1位取って、当時の、デトネーションのね、どっちだっけなブラックとかホワイトとかもう覚えてねえや。なんかね、デトネーションって、d n c って、なんか2チームあったんよ、確か。あ3つ ?2 つかななんかもう覚えてねえや。<laughs> なんか、あって <laughs> で、で、ね、逆転勝ちかなんかしたんだよな。あの、まだね、ポイントがね、 1>, 1キル、なんか10ポイントとか15ポイントとかなんかねい、意味わかんない、ドンかつ確か500ポイントとかなんか意味わかんないね、スコアの時代があったんよ。その時に、あ、そう、確か TPP、そう、TPP、TPP。そう、TPP で予選やって、3日間かなで、その会場行ってやってで、そう、1キル確か15、15ポイントかなで、そう、確かね、 確かだよ。間違ってたらごめんね。確かね、1キル差で勝ったんよ。それも。なんかね、やばかったんだよね。1キルか2キル差で勝ったはず。え、もうね、記憶違いやったらごめんえ。なんかね、マジでやばくて。え、これやばーみたいなえ。で、そう、あのー、ルーマニアで大会がありますってなって。あ、マジルーマニア行けんのみたいな。やったぜってなって、行って。で、途中から分かったんだけど、あのー、 FPP だったんだよね、そこで、初の。<laughs> 確かで、確かでよ。あの、もう、あの、わかんない、嘘ついてるかもしんない。もういいじゃん。あもう最後だから許して嘘ついても。<laughs> 確か、あのね、そう、FPP だったんだよね。で、なんかやって、えまあその、途中で聞いてたけど、うこれガチで FPP じゃん、みたいな。俺ら FPP で大会なんて一回もやったことないけど大丈夫だん、みたいな。で、やってみて、まう、あ なんだろうもう当然ボコボコもうね、ひどかった。最下手あったっけな確か。わかんねいけど、もう最悪でさ。そう。まあ、で,でも、それで面使わったってことはあったっけなあ。あったか。いや、あったわ。あれで面使わったわ。<laughs> <laughs> そっから。あれになったっけな。覚えもうてねザンズさん入ったの、そのタイミングだっけ。か誰か入ったんだよななんか、かんないけど入ってきて。それである。 え、ベータ次。え、違うかもうシーズン1みたいなの始まってんのかもうね、どうちうか覚えてねえや。なんかね、そう、そこで、ゴーストゲーミングっていうのが、まあ、確かに優勝した。その大会で。確かね。だからね、めちゃくちゃ強かったな、覚えてる。なんかね、こう、勢いが違うよね。こう、あの時から、強い外国チームって、こう、なんか、変にこう、綺麗に勝とうとしてないっていうかさ、 まあわかんないなんか今の今の競技シーンってやっぱ全然レベルが違うからさまああれなんだけどさ <laughs> そう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 でまあしばらく TPP でやっててで FPP に変わってでまあ FPP の大会がしばらく続いてもうねこっからすごいね記憶が曖昧すぎてめっちゃぶっ飛んでる <laughs> でまあなんか <laughs> まあなんか優勝したりギリギリで負けたりギリギリでなんか優勝したりってのを繰り返してで今まで来て で、まあでも一番記憶に残ってるのがやっぱガブーさんとさ加タ君で抱き合ったやつってあれシーズンいくつだっけな6だか5だったと思うんだけどあれ確かねあれでアメリカ行きが決まる大会じゃなかったっけな4か4か4かえわ分かんない4かでいやそうなんかねあれ確かえなんであんなバカみたいに喜んでたかってえあれメンツ変わった 直後じゃななかったっっったたけけあれ違ったっけえなんかねえ,えなんでだったっけなああ覚えてねえやなんかえそうだよねそうメンズが変わってそう忍さんとサブラクさんが抜けた後だったかなそうでオーダーもいねえみたいなで今まで勝ってたけど俺ら今回やべえかもなみたいな話はしてたんだよえで <laughs> 1>, 1位ではなかったけど、大会の枠が2枠あって、確か、2位に行けたんだよな、確か。最後ね、最終ラウンドで逆転できなかったら、なんかもう終わりみたいなタイミングで、そう、逆転かなんかして、で、2位になれて、そう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 、で、1位は RJ だったんだけど、そう、それで、2位になって、うおーみたいな、なって、 でそれがさ、こうたまらなく嬉しくてさ、こう不安だった中、やっぱやってってさ、今だから言うけど、そうやっぱ不安だったんよ。で、<laughs> わ他の3人はどう思ってたか知らんけど、まあ、俺は少なくとも不安だったね、かなり。いや、これなんとかなるのかなとか思って。っていうのもあってさ、あその前にあれだ、PWS もあった。pws は、初めてのえ、待って、ちょっと待って。もう大会がありすぎてわかんない。PWS ってなんだっけあのー、冬にオフで一回あるやつ。12月かなんかに一回あるやつが、PWI か、あれは。そう、PWS は、あれだ、今やってるやつだ。<laughs> そう、それ PWI <laughs>。PWI で、初めての、PWI かなんかあって、あん時まだサブラキさんとシナビさんいたかなで、 ああそうすごい人いたね。あのね、めちゃくちゃ人いたんよ。<laughs> そうそう <laughs>、それで、あのー、まあ、なんだろう、結構いい順位で、まあ、1位しかないっていうのもあったけど、まあもう、あの会場のさ、あの、なんかあんじゃん、あの、優勝予想投票みたいなのがあったんよ。あ、確かね、え、全人かなんかが来てて、どう考えても俺らじゃねえだろっていう感じなのに、 日本の会場もあってか、すごいなんかね、みんな俺らに入れてくれたんだよね。いや、サンシーズでしょみたいな感じで入れてくれて。そう。で、なんか最終ラウンドで、めちゃくちゃ追い詰められて、で、それ、そのラウンドでもう1位取んないと終わりみたいな感じだったのを、なんか、サブラックさんが最後1人だけ生き残って、なんかグレーぶん投げたら、それが刺さってぶっ飛んだんだよね相手が <laughs> それでなんか <laughs>、ドンカつみたいな。あのね、ね今思えば、なんかすごいさ、 なんかドラマみたいなガチカタ多かったけど、あの、なめっぷしてたわけ、なめっぷしてたりとか、あの、ふざけてやってたりとか、狙ったわけじゃないんだよね。なんかほんと偶然なんかそうなった。<laughs> なんかなぜか、なぜかなんかそういう、あれで、その時にね、会場がすごかったの覚えてる。なんかうわーみたいな。俺もびっくりしたもん。おお、マジかよ。勝ったんだけど、みたいな <laughs> え。えなんかそれで、 あのージ、ジェンジーのゴールドかブラゴールドブラックだっけなんか分かんないもうどっちがいたか覚えてないけど、インタビューで、あの人たち2位だったかな、確か。なんかね、納得いかねえみたいな、なんかすげえね、悔しがってたの覚えてる。いや、納得いかねえだろうな。だって、3日間やってたら絶対負けてたもん。<laughs> 今だから言うけど、もう完全に勝ち逃げ。あれは、あと2日多くやってたら、もう絶対負けてた。もう <laughs> 1>, <laughs> 1日だから、まあ、まあ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 勝ったらみたいなはい俺たちの勝ちみたいな感じであまよってとんぞらできた<笑><笑>今やったら多分まあすごいもうとんでもない差があってさたった1日でも差がつくんだろうけどさいやでもねあれはねなかなかやっぱ熱があったよねしかもさやっぱすげえ本気で勝ちたかったからさあの俺らのね 真横にいた人しか知らないと思うけど前にも配信でちょっと話したけど俺ら揉めてたんよね試合中に終わった後あと、ね、クリアリングミスかなんかでねあれブラジルさんだったっけなもう覚えてないでんかねハイドかなんかにめった打ちにされてえなんかえななんであんなんにやられんだよみたいな感じになってまあ別に喧嘩じゃないけどなんかちょっとまあ、まあ、すごいなんか何反省会の濃いバージョンみたいになって <laughs> え、結構ね、え、もう、次から、こうしねえと、カスだろみたいな。えなんか、そんなこと言ってないけど、カスだろなんて言ったんやけど、絶対こうするべきだみたいな。えちょっとなんかこう、加熱しててね、え、多分ね、真横にいた人ね、間違いなくドン引きしてんだよね。なんかもう、すごかった、あの時 <laughs> なんかもう <laughs> いや、そう,そう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 。いや、もう、マジ、何してんだよみたいな。すーげえ。いや、もうね、ひどかった、マジで。まあね、別に揉めて胸ぐら掴つかみ合ったわけじゃないんだけど、いや、もうね、マジでね、えそんな、しょうもねえので、なんかやられんだよみたいな。 感じでなんか、ね、俺が言ったんだか言われたんだかわかんないけど、まあそんなひでいこと言うの俺かもな。わかんないけど <laughs>。まあで、ね、それもあってか、なんか、まあ分かって、別にあれだよ。俺のおかげでとかそういう意味じゃないよ。え、なんかまあすごいやっぱ引き締まってたね、全体的に、あん時。まあなんかそれで、まあ運良くだか、まあ実力だかわかんないけど、なんか優勝しちゃって。あん時が一番賞金高かったんかな いや今はもちろんもっと高いのあるけど300いくらとかで、まあ、別に独人占めできるわけじゃないからさあれだったんだけどトロフィーがさすんごい立派でさ今こんなこんなんでさでいつもさ優勝トロフィーってさい,いつもって言い方ちょっと生意気だな、まあその優勝トロフィーもらったらまあなんかそのこうだだ誰にニスダルみたいな,なんか譲り合うんだけどその時だけね も忍さんがね最速で取ってった「うんこれ俺もらおうわ」みたいな <laughs> なんかねその賞金付きのあれだったからやっぱね欲しかった、ね、多分いや別にだからどうっていうあれじゃないんだけどいやねまあなんかあれだったねあやっぱ欲しいんだいやだ確かに確かに、ね、記憶者やったらごめんね確かに忍さん持ってるはず <laughs> なんかね、そう最速だったもうねなんか運を言わせず取ってったそれでも思えたりしたわけでもないしどうでもいいんだけどいや面白かったいい思い出出して <laughs> でそうまあしばらくあってまあメンズショットが終わっちゃってまあでそのまあ逆転で2 <laughs> になったこうかな で、まあ2になった。で、ああ、語ったんだ。<laughs> そう<ん>なんだ。まあそれで、アメリカ行ってさ、ああ、デュアの大会あったね。足並み B さんとれたやつ。あのー、ツイッチの、ロイヤルキャスターバトルだっけあの、ツイッチ主催の大会があって、で、それ、勝った時の得点がすごくてさ、ブロードキャスターロイヤルやか。そう,そうそうそう。あのー、 賞金とかは別に大したことなかったっていうかもはや出なかった気がしたんだけど確かねまあ人多かったんだけど1位から10位ぐらいまでなんかアメリカで大会できますみたいなでもさめちゃくちゃ行きたくてさでこう,チー,ム、まあ、こうチームでデュオ組んでやろうみたいになった時に忍びさんと組むってなってで出たんよその時にこうまあお互いやっぱこういうタイプだからさ 芋って芋ってやってもワンちゃん勝ってもしょうもなくねみたいになってなんかもうぶちかまそうぜってなったんで負けてもいいからかまそうぜみたいな。でなんかね予選が予選があってでそれで結構ギリギリでそれも最後の最後のラウンドでドン勝して大量切るドン勝みたいなしてで予選突破しておっしゃーみたいな。でそっから本戦行ってあれね 確か11位でか12位で終わっちゃったんだよな。めっちゃ惜しくて。で、トータルのキル数だけだったら、俺ら外国人プロチームとかいたんだけど、めっちゃ強い。え、で、そいつらの人もいだったんだね。なんか、キル数上で、まあ、すげえ巻き始めだけどさ、はい、キル数俺らの方が上、みたいな。<笑><笑>いや、もうね、もう,、ね、もうアカイブないと思う。あね、保存しときゃよかったんだけどね、消しちゃったんだよね。いや、あれでね、すげえ暴れてさ、面白かったな、あれも。 そう,そういうのもあってまあそうなねほんといろいろあったねでまあそうアメリカの話がいつまでたってますまないアメリカ行ってあの知ってる人は知ってると思うけどさあのなんか向こうってさすごいなんて言うの国民性が違うっていうかさあのもう 飯とかさ頼んだものと違うやつ普通に出てくるしさまあ分かんない俺らの使い方,な伝え方が悪かったんかもしれないしあの自販機もさ押したものとさ例えばさこっちだったらさコーラ頼むじゃんコーラって押すじゃん押せるとなんか多いお茶出てくるんだよねえ何これみたいなえ私 <laughs> なんかあのアイスかなんかをねケンデスさんが買おうとしたんだよねでそしたらねあのそのアイスがだって めんどくせえな動画ハンドまぁ、あ、いいや今度春は <laughs> あるわあんかねあのー、UFO キャッチャー式のアイスでしてもめっちゃグラグラしてんのなんかもうこんなんこんなんほんとん,なん,なんかウィーみたいなこうやってい動いてってでなんか真下にアイスがあるんだけどこうこ,こんぐらいの勢いで落ちてくからさなんかもうずれるんよ絶対え確かね <laughs> その時奇跡的になんか奇跡的になんかね取れたんだけど なんかね、翌日かなんかにね、ケンデスさんがね、なんか別の、なんかこれ押したんだけど、なんか別の撮られたみたいな言ってて、なんかめっちゃね、なんかあれリ楽しかった。ガ <laughs> ルバドさんどうも、お疲れ様でした。ありがとうございました、長い間。<laughs> いやね、アメリカ、いやまあそうね、まあそういう、まあそれまぁまあそんなの別に、福話っていうかさ、どうでもいいんだけどさ、いやっぱ肝心な大会が、まあ。 えっと、予選が確かね2回あったんよすげえ豪華でさ会場がさあのー、2回変わった3回変わったんかな勝ち進んだらんか分かんないけど1回やっていや2回かなごめんきちょっと記憶があれだ2回変わるんだけどなんか1回ねその予選を突破してさらにそこから突破すると最終ラウンドまでいけるんだけどまあ メンツ的にもまああの時の日本ってまあ予選で終わるだろうみたいな感じで、まあ、実際終わったんだけどあの第1次予選でリキッドとかがおこけたようなあれだったんだよね。で <laughs>、まあ、すげえやっぱ強くてさ敵が。で俺らがやっぱすげえ追い詰められててめちゃくちゃポコポコでさうわきちいみたいになってたんだけど何だろうもう敵を倒す っていう姿勢をま曲げないようにさずっとガバさんとどこに話してたかなもう覚えてねえや。でまあこう結構倒しに行ってさランドマークはもう覚えてねえな多分ペカドはでも降りてねえんじゃねえか取られてんじゃないかなわかんないけど <laughs> そうでね <laughs> そうヒアちゃんとかの引っ張りとか、まあ、みんなのあれもあって本当に僅差でギリギリであのー、いけたんだよね。 予選突破して <laughs>、それでね、次の予選行って、まあ、結局そこで、最下位ではなかったけど、まあ、ボコボコになったんだけど <laughs>、ああ、そう、それを突破すると、最後の16チームに行けたんかな。そ,そこでね、なんかすごいね、あのー、あれだね、なんか向こうの選手がさ、絡んできて、すごい仲良くしてくれてさ、なんか <laughs>、 <laughs> 知ってる人は知ってると思うけどさ、もう体さ、こんなでっかいさ、アローって選手がいるんよ。今、今の TSM かな。今、TSM にいるけど、まあ、なんか、すげえ名刺協力じゃないのによくしてくれてさ、今、ディスコードとかにドアも入ってるけどそ、うそうよくしてくれてさ、で、なんか、リープとかも送ってくれて、なんかね、こう、すごい仲良くしてくれたんだよ。でも、他にもなんか、何人かすごい仲良くしてくれてさ、今、なんだろうな。 結果はあまり言われったけど、まあすごい、プロとしてどうなのって話なんかもしんないけど、まあでも、内容的には本当言ってよかったっていうかさ、面白かったよね。そこでね、銃、そうソフィアもいた。銃撃ったんだよね。まあ、韓国でも一回撃ったんだけど、アメリカで銃撃ちたかったからさ、崖の頃から。別にあれだよ、すごい言い方悪いけど、人を撃ちたいとかそういうわけじゃないからね。別にそ,そこで <laughs> 初めて自由ってさちゃんとこう鎖に繋がれてない銃もうあの韓国ってさガチガチであの鎖にガチガチに繋がれててさでもうほんとたもの装填もさせてくんないしなんかもう普通に引き金引くだけでだみたいなでもうクソつまんないスタンスだったんだけどアメリカのやつはねなんかもうすごくてあのー、なんかもう軽く説明はされるけどあもうなんかあともう銃にやってみたいなえみたいな。いなだから <laughs> もうさもう好きなだけさこうやって1 0個って何丁も取ってさ <laughs> こ,れこれとこれとこれ打ちたいみたいなもうなんかねあの店員にすごい顔されてたお前本当に日本人かみたいな <laughs> すげえ顔されててさめちゃくちゃ打って2時間半か3時間ぐらいねめっちゃ打ってた気がするでまだ打ちたかったんだけどあのみんなもう打ち終わってて待ってたからさあーちょっと悪いなと思ってもうや,やめようと思ってさ めっちゃ、いやちゃん、俺やばかったね。めっちゃ振ってた。<laughs> さ、さすがに、さすがにさ、ちょっと遠慮しないとやばいなと思って、いや、もう俺さんにさ、いや、もう大丈夫です、帰りますって言ってさ、で、俺、10万円持ってったんだよね、アメリカに。こう、いろいろお金使うだろうなと思ってさ、10万円持ってったんや、食費とかさ、実際はまあ出してくれたりとかがあって、あ,あんま使ってなかったんだけど、で、最終日になるまで、 確か9万か8万残ってたんよ。あんだけたい約ね、1ヶ月ぐらい滞在してたはずなんだよな。まあ、かなり滞在して、で、あのー、8万ぐらい残ってて、そんだけいても。で、あ余裕じゃんと思って、あのー、その、重宝店っていうか、その、何シューティングレンジ出る頃にはね、確か4万ぐらいに減ってた。あ <laughs>、そこでめっちゃ使いまくってさ、財布の中見たら、あれみたいな。す <laughs> られたこれみたいな。 もう冷静に考えたら、まあ、あんだけぶっ放してたら、それ金減るわ <laughs>、みたいな <laughs>。それでも、すごい安いんだけどさ、あのね、いや、ワンマガジン5000円もしなかった。あの、韓国はそんぐらいするけど、アメリカはね、かなり安かったんよ。すごい安くて、そう。いや、もう全然売ってたんだけど、めちゃくちゃ。え、そう、安,安い、安い、安い。

え、あれ何だったっけななんかもうわかんねえや。なんかの大会で、優勝した直後に、なんかね、親が、ぶったおれたみたいな。え、なんか、え、これガチでガチでそのタイミング、あの、親父から、な俺仲悪いんだけど親父と、珍しく電話かかってきて、ほんと、優勝して、なんかホテルかなんかも向かう途中だったかな。飯食ってる時だったっけなまあ覚えてねえや。で、それなんか連絡来ていきなり。 あ何みたいな。何って言ったら、なんか何じゃねえよ、おめえ。みたいな。言われたの覚えてる。で、なんか、いきなり、もう気分よかったのにさ、はあんなこいつ、とか思ってたのよ。<laughs> はみたいな。そしたら、なんか、なんか、おっかがぶっ倒れた、みたいな。で、<laughs> それで、えみたいな。で、なんかね、またまたね、体調めちゃくちゃ悪かったんよ。なんかね、もうすげえ悪そうにしててさ、なんだか病院行けって言ってんのに、全然行かなくてさ、<laughs> で、そこで、3ヶ月ぐらいで死んじゃったんかなもう覚えてねえいや、もっと早いか。もっと早いな。もうね、もうすぐ死んじゃった。で、まあ、あの時あんま言ってなかったけど、もう今終わったから言うけど、あの、マカオでやった大会が、マカオだっけなもう覚えてねえや。まあ、なんかでやった国外大会が、母の葬式と被ってたんだよね。で、こう、病室でさ、こう、もうめちゃくちゃ、こう、なんだろうもう。 なんか私のこと気にしないでい行ってきてって言われたんよ。もうこれ休んだら許さねえみたいな。なんかすごいなんかまあまあこう、なんて言うんだろう。まあ言ってほしかったんだろうね。まあそれで行ってさ、やっぱこう、母親の葬式に出ないってまあ、言ってしまえば、人としてさ、まあ、結構やばいっていうかさ、まあ人によっちゃありえないじゃん、そんなの。<laughs> いやまあ、それが普通だと思うし、いや俺もまあ、後悔してるとは言いたかねえけど、まあ。 まあまあって感じだったね。まあなんかこう、今思えば、うん、なんかどっちが良かったんだろうなって気もしたしさ、そうまあ、そうだね。もう二度と見られないのをあれしたからさ、まあそれでもやっぱ、こう、今終わったから言うけど、まあ、メンバー、他3人がさ、こう、いけないっていうのがさ、俺のせいで、まあ、あの時リザーブとかもいなかったしさ、まあ耐えられなかった。まあで、まあ結果的には、まあボロ負けだったんだけど、<laughs> わかんない、俺のせいなんかな、わかんないけど。 まあボロ負けでさ、まあ、それでまあ帰ってきたら当然いなくてさ、でこう、まあ仲が悪いって言ったけど、まあ当然そんな環境だからさ、まあもう家にいられないっていうかさ、まあ、いつ出てくるのみたいになって、いや俺もう出てくわみたいな感じになって、でまあちょっと経って、まあ家出てさ、で引っ越したっていう感じなんだけど、ちょっとって言っても半年8ヶ月ぐらいかかったんかなもう覚えてねえや。俺いつ引っ越したっけなまあそれでこう、なんだろう死に際にさ、結構こう、まあ最後まで、 応援してくれててさ <laughs> でまあこうなんだろう唯一こう家族であんまりなんだろうなこうゲームなんてやってま将来どうすんのみたいななんかそういう話をしてこなかったえなんかこうやりたいようにやんなみたいなこう応援してるわみたいな感じで言ってくれたりとかさなんかツイッターとか 配信とか見てる、ね、みたいななんか名前変えて配信してなんか配信にコメントしててお前気づかねえだろみたいなバカがみたいな言ってきてさいやなんか気づくわけねえだろみたいなあれ <laughs> かそういうやり取りしてたんだけど <laughs> そなんかなんか匿名でさなんかこうチャットしてたらしくてさ <laughs> いやそれは気づかねえよお前みたいな <laughs> 気づかなくてさ当たり前だけど <laughs> いやそうあきらくたわっちまってなマジでなんかね すごい、珍しいあれだけど、心臓になんか、がんの組織かなんかの難しい話はわかんないけど、なんか、なんかその何、メインの部分があって、で、そっからこう、心臓ってこうわかんないけど、こう血液をなんか体中に回してんだって、で,で、こうなんか、もうその、ガのあれがさ、もう全身に回っちゃってさ、もう助かんなかった。なんかもうどう手術しても、もう無理みたいな。で、こう最後までこう、ずっと、 めちゃくちゃ応援してくれててさ、でも本当最後の最後まあ、でずっと、もう,もう好きなようにやんなみたいな、で、なんかこう、モルさんに、モルさん、まあ,あ、オーナー、元オーナーによろしくねみたいな言ってくれて、でまあ、それで、まあ、結局、組織にも出ないっていう、まあ、クソみたいな楽器なんだけどさ、俺は <laughs>。<laughs> っていう話を、あのー、マカオの大会終わった後、 夜ね、なんかパーティーみたいなのがあったんよ。まあ、それで、なんか強制出席みたいな感じでさ、俺らをボロ負けして行きたくもねえのにさ、いや、行くか、みたいな。いしょうがねえから行くか、みたいな感じで行ってさ、でモロさんと外で話しててさ、でその話をさ、モロさんにしてさ、泣かせたわ。<laughs> <laughs> 一人で泣いてんのは北西から <laughs>、道連れにさ、モロさんに最後までよろしくって言ってましたよ、みたいな感じで言ってさ、泣かしてさ。 しかもう3年前からあれえ、違うわそ,そんな前じゃねえわ2年前だ2年前か2年経たないぐらいもうあんね覚えてねえ <laughs> なんかもうまだ若いのになみたいなすごいなんかあの人いい人だよあの人いい人だよっていうマムロさんの好感度上げ配信ああいつは何でかんだってまあでも メンタル強かったんだから俺が白状なんだか知んねえけど家族の中で母親が一番好きやったけど1週間ぐらいで一応立ち直れたかなもうなんかしょうがねえじゃないけどさまあ人っていつか死ぬじゃんそれがさ殺人でなんか誰か殺すなんかあいつが殺したみたいなのだったらまたそんな簡単に言えるもんじゃないのかもしんないけどでも理由が理由だからさもうどうしようもないクくよクくよしてもしょうがねえしさまあ チーム入ってるし、いつまでもどんよりしてても迷惑かけるから何とかしないとなと思って、まあそう。で、まあしばらくやって、まあチームがあったりとか、まあいろいろあって、また話すげえぶっ飛んじゃうけど、まあ今になるのかな結果的に。まあで、長くなったけど、話的に、えっと、やめようってなったのがね、まあ常にやめてやめてとは思ってたけど、まあやっぱ、 楽なことばっかじゃないんだよね。まあこう、肌から見てさ、すごいこう、楽な、あれなんかもう知れんけどさ。いや、そうね。いろいろあったよ。まあ、やっぱやってると、こう、まあ、なんだろうな。まあ、きついこともある。で、まあ、その中でこう、3年経ったとき、だから去年か。あ、ちょうど、1年前ぐらいに、 まあもう本当にやめますっていう話をさ、まあしてさ、女に。でもこう、あと1年はちょっとやってみてよっていう話でさ、まあ俺も意志が弱かったんだろうね。まあそれで、まあ残った。で、今思えばあそこが辞め時だったね。あそこでやめときはね、まだ綺麗に終われたんかもしれないけど <laughs>。はい、こちらこそありがとうございます。お疲れ様でした。 まあ、全員にコメント返せないね。ごめん。なんか話せ無知になっちゃった。まあ、ちょっとまだ、やるかってなって。ああ、言ってた俺。あじゃあ嘘じゃないんだね、多分 <laughs> あ。そう、1年やるかってなって。まあで、ちょうど1年。約1年経って。うん。この前の,の PGC ファイナル終わって。いや、そのなんだろうな。結果が結果だったら、多分、あのー、やめなかったと思う。っていうのも、 俺ら、なんだかんだで、こう、1位取ってたりとかあったんだけど、まあ、去年だってあったし、うん、あったね。なんだら、前回の、あのー、なんだっけ、えっと、PJC の予選かなんか。この T シャツなんだなんか5月16日に俺 MVP って取ってんだよな。もうわかんねえ。言うてそれでも半年前か。あ,あ、別になんかそんな、 なんかこうコンディションそんなクソってわけじゃなかったんだけどまあでもやっぱこううまくいかなかったねこれなんだろうえそれがあれだよあのあの2人のせいとか味方のせいとか3人のせいとかそういうあれじゃなくて、まあ、なんかこうなんだろうな俺自身の何て言うんだろうなまあそうすごい酷な話で言ってストレートに言ってしまえばもうね錆びたんだろうねでなんかこうね PWS でさすごい仲間と揉めた っていう話をしたじゃん、まあ、もう揉めたっていうかう言い方悪いな、まあ、ちょっとその何すごい言い方が過熱したみたいな話をしたけどまあなんかそういう本物、はい、有名な人どうもあのすごい今悲しい話っていうか引退式の話をしてます <laughs> まああのー、なんだろうなそういう反省会でこうなんて言うんだろうな でこれ全部のゲーム共通だと思うけど分かんない全部のチームがまああれだよそういう人っていうわけじゃなくてあのー、俺はそうだったんだけどこうオールマ際アにね気づいたんだよねあのねチームでやってって反省会とか、まあ、雰囲気がいいってすごいいいことなんだけどあの何て言うのまあそのワイワイやってさこう投げてもさ「えんまいどまい次次」みたいなえすごいいいことなんだよまあ 今回はまさにそれで、でまあ、ちょっと前からそれだったんかな。そんなになんかこう言い合いになんないっていうか、まあ、あれになってえ。今回もね、もう1ミリも揉めてない。た多分ね、結構ね、明るかったと思う、表情、常に。まあ、それっていいことなんだけど、言ってしまえば、本当の意味で、本気じゃない。かなんて言うんだろうな、難しいなこう言ってると、あの3人がかわいそうだな。まあ、俺の中の話ね。でなんかその昔だったら、多分こう、もっとね、あ、言ってた、そう。 なんかね、そう、まあ気を使う、まあそうだね、こう、いや、なんか言いたいこと分かるかな難しいね、これは。なんか、なんだろうな。ガチだから暴言吐いていいとか、こう、厳しく言っていいって意味でもないんだけど、いや、だからその、契約っていうかね、そう、だから本当に勝ちたくて、こう、なんだろう。いや、またさ、言い方難しいな、ね、こう、勝ちたいと思ってるから何言ってもいいってわけでもないし、そういう意味でもないし、実際、あのね、 HP があると思っててこうチームでやってる時ってあの <laughs> でそのんだろうどん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 ねその HP ってね本気でやればやるほどもう魔物してって削れてくんよでその削れてった結果やっぱその解散とかさこう何こう仲高いじゃないけどさこうちょっと険悪な雰囲気とか八つ当たりになったりとかまあ俺も当然やったしまあ周りがあるかどうかわかんないけどまああったんだけど な、そういう限界が来るっていうのをこう、避けようとしたんかなわかんないけど。まあ、そんなにこう、オラオラなメンズじゃないしさ、もう今。まあ、昔はまあ、みんな見てると思うけど、まあ、結構やっぱ、やんちゃなメンズが座ってた。<laughs> 俺含めてね、俺含めてね。<laughs> 俺が一番勝つだったけど <laughs>、俺含めて、まあ結構こう、やっぱ言う人が多かったまあで、やっぱその中でさ、こう、どんどんもう疲れてったんかわかんないけどさ、こう、どん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 、 言えなくなってしまったいやだからそう、フェイさんはだからその何だろう、かかたまに誤解してる人いるけど、フェイさんってだからすごい、そういう意味でそのプロ目線っていうか、うプロっぽかった、こう勝つためにこう憎まれ役になってもいいっていうその覚悟があるっていうかさ、やっぱ言う人ってすごい、叩かれるし、俺、そう今だから言ってしまうけどこう、前に出るじゃん。で、前に出って、 こうアクションかけて失敗したらめちゃくちゃ叩かれるし、まあ、成功したら中にはそれをよく思わない人もいるんだよねいや今の危ないでしょみたいなもっとこの時こうしとけばよかったっていう人いるんよ、まあ、でもそれはさ後々そうなればいいけどさその1秒2秒後なんてさ状況がどうなるのか分かんないのかさまあバトロアじゃん、まあ、だから俺はうどうなんだろうって今でも思うけどまあなかなかやっぱね難しいんだよねそういうのってまあ、だから こうなんだろうな本気でやってればこういい合ムにもなるし逆にこう本気でやっててあのなんだろう明るい人なんていかれでもいるよだからこれ全チームっていうくくりで見てほしくないんだけどまああくまでこれは俺の俺の中の話ね俺はまあそうだった今思えばねでこう今回さ今年始まって PCC まあ同一ツ行の大会が決まってたんだけどそれが去年の話かな でなくなっちゃってで PCS っていうのから来てでしばらく経ってあの PJS がなくなって PJC かなで大会のルールがさ変わってさいけプレそうでこうなんだろうまあ戦うことも大事だけどまあやっぱ難しい時代が来るよねその俺らの中でねやっぱなんだろうな こう前半良かったけど、やっぱ後半迷走したね、あの時は。なんかね、こう、何がいいのか分かんないっていうかさ、どうしたら勝てるんだろうってう真剣に考えた結果、こう、ひよってうまくいかなくなったりとかさ、逆にこう、いや、これ何かなんだろ、うこんな前にも前に行かないで、なんかもう誰もいないのに、自分たちでこう、自分たちの立ち回り殺してしょうもんねえなってなった次のラウンドは、まあちょっとめちゃしてさ、結局削られて削られて最後に全滅するみたいな、まあなんかすごいね。俺らが弱かったんだけど、まあかなり難しかったよね。 まあ、これが全チーム条件同じだから、本当になんか、俺らが弱かったのが悪い。だけど、まあ、それですごい難しくて、それに対応できなかったっていう、さ、なんだろ、自分自身の、なんだろ、うその、なんていうの。自分自身のミスもあったし、まあ、で、今回ルール変わっても結局、まあ、かなりいい結果とは言えなかった。まあ、9位、まあまあまあ、すごい有名なチームも順位悪かったけど、まあ、それはほ,ほかほかだからさ。 自分たちの順位見たときに、まあやっぱいい順位にならなかった。で、今年初めて国語大会に行けなかった。もう本当に今年初めて。3年間ずっと行ってて、今年多分記憶違いじゃなければ、1回も行けてない。<laughs> まあ、少なからず俺の責任は絶対あるし、わかんない。俺が全部の責任なんかもしんないけど、まあ、 ななんだろうな今回特に俺弱かった。で、ね、まあうまくいかなかったっていうのがあってでそういうまあさっき言った長々とこう前振りした熱的な意味そのモチベがどうとかそんな舐めた言葉は使うつもりないけどあのまあそのなんだろうな本当の意味でこう雰囲気ぶち壊してでも勝ちに行こうっていう昔のあれがなくなったのかなっていうまあ実際どうだかわかんない。まあ本当のところどうかわかんないけど、まあ、そういうのが薄れてしまった。 だからもう、こう、やめときなんかなっていうのがあったかな。そう。で、まあ、ちょっと前にも話してて、情熱がなくなったって言ったら変な言い方だけど、うーん、そうだな。で、まあ、勝てなかったら、まあ、勝てなかったっていう自分のその弱いところ、その、なんだろう、弱かった。その、プロとして見たときに結果を出せなかったっていうのと、まあ、あとはなんだろう、その、 まあ情熱がなくなったんかわかんないけどまあ燃料切れそうね <laughs> そう悪い意味でそうこう牙が抜けてしまった <laughs> そうだね <laughs> でこうやっていく中でまあ実際終わってさで別に負けたからって何だろう一番最初にも言ったけど別に待遇悪くなるわけでもなかったしだから全然今まで通りっていう話だったんだけどいやもう そんなさ、こう自分の中でこう何かが薄くなったんかなって思ったさ、中途半端の中でさ、こう、金もらってさ、まあそれも別に大金じゃないけどさ、ね別に一人暮らしするのに、まあそんなに不自由しない額、うちもらって、まあそれで、こだらだらやるのもさ、みっともないっていうかさ、あるじゃん。こう、なんだろうな、まあ、しょうもないとは言わないけど、別にあれでよ。 他の人がどうというかするうう話じゃないかね。俺の中でね、俺の中のそのしょうもないプライドが、こう、それを許さなかったじゃないけど、まあちょっともう、これ事時なんだろうなと思って。いや、今回さ、やっぱすごい迷ったんだよね。こう、一人暮らしして、まだ、一年ちょっと。一年と、五ヶ月ぐらい。わかんないけど。まあ、で、まだそれしか経ってないのに、こう、ちょっと、ね、 今の環境、まあ言ってしまえばさ、おいしい環境なわけだよ。言ってしまえばね。まあ普通に仕事して働く、働いてさ、お金を稼ぐっていう、まあ正社員やってたからさ、わかるからさ、そのあれがさ、まあ、そういうのが大変だから、別に正社員に今,今すぐ働くってわけじゃないけど <laughs>、まあその働いてお金を得るっていうあれがさ、大変なのが分かってるから、まあだから、ね、まあちょっとやっぱすげえ迷って、どんぐらい迷ったろうな。あまあだからその なんだろう大会終わってからそんな立ってねえじゃんって思うかもしんないけど、だからこれはもうすごい、大会やる前から思ってた。すごい、ずっと迷っててさ、もう今年、うわ、これ1回も勝てなかったな、みたいな。これファイナルで、次、イージーに取れなかったら、もう、やべえな、みたいな感じで思ってて。まだ実際、イージー取れなくて、もうそれがかなり取り替えになった。もう、あ,あ、これとどめだなと思って。で、やっぱこう、まとめると、そういう風になったんかな。まあ、それだけじゃないけどね、すごい、ネガティブな終わり方すぎて良くないな。まだ <laughs> あとは純粋に、こう、まあ、なんだろ、PVG のその熱量みたいなのもあるしさ、こう、やっぱ、ね、別のタイトルと比べて、明らかにこう、人気がやっぱ偏ってきてる。だからこう、なんだろ、p b g のこう、あれを蹴落とすっていうか、あれするわけじゃないけどさ、やっぱ、全然違う。まあ、それはこう、選手でやってきた俺が、こう、なんだろ、あまり盛り上げに加担できなかったっていうのもあるけど、俺らのせいもあるんだけどさ、選手のせい。まあ、ただ、やっぱね、どうしてもそういう、アバンドキーがそうだったね、見てて。 あばってさまあオフラインで応援してた人分かってるっていうか、まあ、知ってる人は知ってると思うけどあの人がねすごくいたんよめちゃくちゃいてえで大会とかもさそれこそそんなに仲いいわけじゃないから名前出していいか分かんないけどメロドさんとかがさその時からあの人選手でさあの東京タワーかなんかで大会やってたんだよね確かそれ俺見に行ってさ応援しに行ってた 何も設定なかったけど、まあそういうのやっぱ好きだったからさ、若い頃から、高校生の頃かな、あれ。で、まあそう、イベントとかもすごかったし、まあね、人がね、もうすんごいいたんよ。まあでもやっぱ、時間出すとさ、どん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 減ってく。で、まあ、どうだろうな、これから減っていくとかそういうふうに思ってないけど、まあでもやっぱ、俺なりの、俺が終わり方じゃないけどさ。と、東京と、イベントあったね。その時から、モルさん、 結構なんかアクティブだった気がしたな。あの人すごい、フットワーク軽いっていうかさ、すごいよね、マジで。<laughs> そういう人だったからさ。チームメンバーにはね、いつだっけな。ポリーさんには、ポリーさんと高松さん、アナリストの人には、長いから、まあその、最速でいった。で、まあちょっと多分こうなると思う。 っていう感じで言って、あでオーナーに話して、で、まあ、そういう風になって、いや、もうやめますよってなって、で、まあ、あと二人に話してっていう感じかな。いや、復帰はどうだろうね。やんねんじゃねえか <laughs> わかんないけど、<laughs> コーチもどうだから <laughs> その学校でさ、まあ、コーチの真似事みたいなのしててさ、今。で、まあ、 なんだろう面談したりとか、まあ、進路のことで面談したりとかさ、まあ、スクリームの動画見てああじゃないこうじゃないってお互いに話したりとかしてんだけど、まあ、やっぱそれはこう慣れてない子たちだからさできることであって今流行りのこうモバイルのコーチとか俺できる気してないけど <laughs> 知らないからさそのモバイルをとあと何よりこうなんだろう 自分と、こう、まあ、選手力で見たら圧倒的に俺の方が長いかもしんないけど、まあ、立派な選手なわけじゃん、向こうも。それとこう、まあそういう意味で対等な位置、その対等な人に、ちゃんとまともなことを教えられるのかなっていうのはあるよね。<laughs> まあちょっと、どうなるか分かんない。<laughs> 形だけでいいんだったらいくらでも適当なこと言えるけど、やるからに、ね、は真面目にやりたいし、別にね、そんなあれだから。いや、何も決まってない。あの、 学校の仕事をやっててそれなくなったらガチニートですイェーイ <laughs> ガチニートっすね家には帰れん俺は帰らない <laughs> 無理まあそうだから学校あんのがまあ来年の2月か3月3月かな分かんないけど <laughs> ピースピース草 <laughs>。 うわそうそうそうサブスクは少々お待ちをバカだよなほんとほんとったらサブスクできるようになってからやめればいいのになちょっと考えたよねずるい話もうさ内心さやめてって思いながらもさこうねやってくのさ要はさ今年のまだ大会あるじゃん 発表されてると思うけどな、なんだっけ、あの、スクリームの、あの、なんかあるじゃん。スクリームの大会みたいな、PAC みたいなやつ。それまでさ、こう、内心を持っててさ、中で決心しててさ、やめろやめるって思ってて、それ終わった瞬間に、なんかさ、適当な理由つけてさ、いやもう長いからやめるわみたいな、お疲れっていうスタンスでもよかったんだけど、ちょっと <laughs>、ちょっとね、いや別にいいんだよ。あの、別にさ、そういう人いるだろうしさ、全然、 悪いことじゃないっていうか自分のためを思えばさねえ儲かるから言ってしまえばだからそれが一番いいんだけど <laughs> いやちょっとね善全人前なわけじゃないけどちょっとね足らんなかったねもう負けすぎちゃってさいやもうけじめのつけ時じゃないけどさもうこれ今すぐ消えた方がいいなと思って <laughs> いやなんでねこの俺のこのずる賢いこのずるいところを俺ちゃんと正直に話したからサブスクできるようになったらサブスクしてください <laughs> あとあと5日ぐらいかな <laughs> わかんないけど <laughs> そのうちなんでね。いや、不 t o なんであ始まるそう、ないで。<laughs> あとなんか突っ込んどっか。なんか高いもん突っ込んどくわまあ,あ、いろいろ話すことはあるけど、どんぐらい喋った。一時間ぐらい喋った。まあ、全体的にでも、そんなもんかな。なんか、 質問っていうか、結構グレなとこも今だったら答えられるよ。いや別にあれだよ。給料がいくらとか、なんか、あいつの闇を教えてくれとか、俺そういう汚えこと言いたくないから、そういうのはあれだけど。<laughs> <laughs> 何の夢やるよって。そうだな。電子は多分やらんけど、エイペックスとタルコフをちょっとメインにやろうかなと思ってるかな。まあ、わかんない。多分ね。<laughs> まあ。 特に a p ペックスかな。タルコフはワイプが来るまでちょっとやりたくないね。料理配信はやらんっすね。<laughs> やらないっすね。バロは、バロはどうだろう。まあ、エペである程度のとこまでいったらやるかもしれん。オーバーホッチャー絶対やる。あのね、無理。わかるっしょ。俺がこう。シェバさん。<laughs> <laughs> 頑張ってください、ねあの。人がそこそこいるとき、ホスティングさせていただきます。シェバ先輩。応援してあげて、シェバさん。<laughs> ライバル視してた選手。えどうだろう。本人にも直接言ったけど、えどうだろうな。 <laughs> シェバさんホント面白いよねシェバさん <laughs> いやーシェバさんかな <laughs> いやまあもちろんシェバさんも強かったけどあのー、まあでもどうだろう本人にも直接言ったし俺ネイショーズカップの日本代表選手の時にも投票したけどねゴクリさんかなそう俺入れたんよねゴクリさんにあの人ね抜け出てたよ なんか、びっくりした。あのね、マジ強かった。マジ強かったね。あの人の配信見てあげて。配信してっから。最近、スイッチ。<laughs> いやーね、強かったよ、ね、あの人あ。あの人は、そうだね。対面で、それこそ、冗談で芝田さんが1回も勝っ,た勝ったことねえなんて言ってきたけど、俺多分1回も勝ったことねえんじゃないか。わかんないけど、プロポトだった、マジ。<laughs> 今のチームメンバーの印象。いや、まあ、別に、印象とか、なんか特にないよ。あの、特にないって言ったら変だけど、リップさっき見える範囲で、知り合いから来たの返したけど、あの、なんだろう、もう全部終わったしさ、まあ、それはなんか、こう、なんか言い合いになってさ、なんだこいつって思ったこと、もうみんなある。特に俺は、俺にはかなり多いと思うけど、みんなあると思うけど、まあでもやっぱ、で、今もう終わったからさ、もう全然、今となっちゃう昔の話さ、さかなり。なんもないよ。まあなんか、 目惑かけて、ごめんなさいって感じ。<laughs> <laughs> いや、もうね、ひどかったよ。特にさ、サブラッさんに対してはね、俺は悪いことしてよ。あね、当たりが強かった、相当それこそ、八つ当たりみたいなこともしたし、あれ、くそだった。<laughs> ひどかった、ほんとに。<laughs> で、俺の、あまりこうこと言って自分の株下げんのもどうかなと思うけど <laughs>。いや、よかった。ごめんどうも、そのま DVD しましょうか。DVD やりたいね。いや、ひどかった、ほんとに。でもうそれでもあってね、 疲れたね、マジで。こうね、なんだろう、これやっぱ、政治やってるとね、すごい疲れてくるね、マジで。そういう、なんだろうな、まあいろんな、他にもなんか、まあもっと疲れることあったけど、こう、メンバー変えるときとかさ、まあそういうのもそうだし、まあそうだね、疲れたね。まあ反省会でこう、言いたくもねえこと言ったりとかさ。 その時は扱ってっから言えちゃうかもしんないけどさ、後々さ、いや、これ、言いすぎたな、みたいなのあって、全然。<laughs> なに、キーさん、ありがとうございました、今まで。ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、まあ、その、なんだろう。だから、その、7でやってればさ、別に、全然あれだけどさ、な大したことないっていうか、ね、金だけもらって、適当にやってりゃさ、別にいいやっていうスタンスだったら、そんなあれだけどさ。 俺が別にそんな気負いまくってるかって言われたらそんなことはなかったけどもちろんただやっぱ疲れてるよね話してくれる人多いからその人そそそにいいプリン見せないといけないいやでも今多いやん最近多いっしょって最近多いっしょ注目してる若い選手えどうなんだろうどうなんだ若い選手札幌さんとか強いんじゃない 昔からはそうだったけど、あの人強いよね。どうも、一番ます。いやー、ありがとうございます、本当に。あの、さっき、PJS サーバー、PUBG、スクリームジャパン、PSJ。<laughs> 4年も出てて名前覚えてね。<laughs> PSJ サーバー、あの、退出するとき、手が震えてるよね。<laughs> こう、サーバーから、こう、抜けますかみたいに出てくるじゃん。あの時にね、 えちょっとね、と思ったよね、時が。<laughs> うわ、これ、なんか実感があったよね、やっぱ。うわ、もう入ることねえんだな、と思って。わ分かんない。なんか、どっから助っ人とかで適当に入ることあるかもしんないけどさ。まあ、とりあえず <laughs>、今はね、入ることないからさ。<laughs> 今すぐは。<laughs> 最後になんか、お疲れ様でしたってチャットで書こうかなと思ったけど、別に Twitter で言ってるし、あそこでなんか書くのも、さ、t ィア1のチャットに書くのもなんかおかしいなと思って。わ <laughs> かんなかた リオさん今何してんだろうねわかんねえけど。いやありがとうございます。なんかリプレイそう。すごいなんか俺のおかげでどうたらこうたらって言ってくれてる人多くて。いやもうすごいね。あのだからちょっと配信遅れたんだけどさ。あのすぐに配信できないぐらい泣きそうになってた。<laughs> これ今の流で配信したらやべえなと思って。俺多分ね秒で泣いてた自信ある。2秒ぐらいで泣いてた。<laughs> 今,今ちょっと酔ってごまかしてるけど <laughs>。終わったら泣くかもしれん。 いやねうわ俺が考える最強スカット分かんないなそういう話毎回出るけどそれも私の頃うんいやまあまあまあって感じかなさ当然さまあなんだろうこれからお金稼がないといけない変な話ってなった時に として今残りたかったけど、まあ、本人も言ってくれたけどさ、やっぱりそんなめちゃくちゃお金があるチームじゃないってなった時に、どっかのじゃあ、仮にね、仮にね、まだ決まってない、まだ決まってないし、そんな話も聞てないけど、どっかのコーチ行くとかさ、どっかのなんか専属で、まあ、どっかのチーム入るってなった時に、まあ、配信者であれ、なんであれ、どういう形か分かんないけどってなった時にさ、やっぱお金が出ると、さすがにさ、そっちに行かないといけないっていうかさ、まあ、稼がないといけないからさ、行かないといけない。だから、残りたかったんだけど、 まあちょっとだから、残れなかったね。わかんない。これ、しれっと、残るかもしんないけど <laughs>。残るかもしんないっていうか、1回かもしんないけどさ、また。別に、2回入るってい珍,しい話じゃい珍しい話じゃなくないから。珍しい話じゃない。わかんな、ね、い。好きなマップ、街はどこですかどうだろう。何、ランドマークを答えてほしい、これは。<laughs> 特にないよ。まあ、どうだろうな、でも。一番、 どううなんだろうね俺結局どこが強かったんだろうな。わかんねえな、ファイトしてて。なんかその、覚醒してる時ってあるじゃん。覚醒してる時ってさ、やっぱすごい、どこで戦っても強いよね、基本的に。なんかそういうの、あんまないけど、最近。あの、最後に、俺っぽい、あれだね、俺っぽい行動したの、実はね、一個だけあって。 今思えば V3 の v ってことこだね、あの見てる人、まあ、俺今回最後の試合個人視点もしなかったし、わかんないと思うけど、あのー、あれ最、2日目かなあのね、V3 の家になんか突っ込んないよ、俺ら。突貫して。え確か V33 人ぐらいやれたんだよね。その時にね、かなり強引に動いたんでねえ、もうなんか、なんだろうな、ここでやんないと、今踏ん切りつけないとまずいと思って。え結構ね、 に行ったんだよねえなんかこうダックがちょっと焦ってた気がする。え、なんか、それやばくねみたいな感じになったんだけど、あの時だけちょっとね、昔の感覚があった。なんかこれ、いや、俺も今絶対いけるわ、みたいない。屋根もそうだし、あれ映っ,ってないと思うけど、俺ね、家なん中相当むチャな特化したんだよね。なんかもうね、FBI みたいな特化してた。<laughs> こうドアオおらーって蹴っ飛ばして、ショットガン持って、ウィーって言ったんだよね。でなんかその中の人、カーからして。え <laughs>、そん時も、そん時も、後ろに一本ハイドがいて、丸さんがやってくんなかったら、俺、余裕で先輩に来いで死んでた <laughs> で。で、なんか、足音聞こえて、最後に、え、上じゃねみたいな。 上じゃねってなった時もあ上なのねオッケーみたいなれこれ足引っ張られるしだもうやられたらだるいからやるわみたいな感じになってもうブーンっていってブーンじゃないけど、まあ、適当にいってで打って HP 超ミリで残って、まあ、ショットガン乱射してた上に向かってそう <laughs> だからねあれがね最後のなんか俺っぽさっていうかあれだったかなあらあららしいそのうまいプレーじゃないけど結構こう本番でこう刺さるようななんかかなり 強引な動きうわ、来んのかよ、こいつみたいな、多分思ったと思う。うわ、こんな無理やり詰めてくんのみたいな。多分実際勝ってるから、それが正義ないよ。ああつってた、そう,そう,そう,そう。<laughs> いやー、そう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 。あ、いや、あの、解散しないです。それは言っときます。わかんない。俺が、俺が聞いてた段階では、解散しなかったっす。あの、もし、ここでなんか今、話が行われてて、 裏で解散しますってなってたら申し訳ない解散しないはず <laughs> 残ると思いますメンバーも変わんねえんじゃねえか多分いっちゃうけど分かんない多分ね多分、うん、当然一人補充するけどまあそれをこう誰なのかって話だね <laughs> 4立てとかめっちゃあったね俺4立てすげえしたなてかだってめっちゃやったぞ別に自慢じゃねえけどかなりやったね 記憶に残ってるだけでもかなり多いね気持ちよかった。<laughs> ベストプレー何だろうな分かんねえ。どれだろうねあのねその感染者感染してる人たちが見るそのベストプレーとあと何だろうな戦死視点で見るベストプレーってね全然いやまああれだってあんなん削っただけじゃん。 <laughs> あれあれい大したことないあれ削っ,っただけだからね <laughs> そうだからその違うんだよね視点がその何でもない位置ルとかえなんならキルしてないそのなんだろう弾ヘイト買ってダウンしてるだけみたいな一見こう上から見てて「わこいつダウンしてんぞ」みたいな「ザコじゃん」って思うようなあれでもあの政、ー、治視点から見るとあこれこいつが今こうしなかったらここはなんかなんだろう ここ突破できなかったみたいなこう、かなり大事な役割を果たしてくれたっていう場面があるんだよね。だからなんか何ともなんともだね、だからそういう意味では。<laughs> もっともっと意図あるやろ、石倉の中ではね。<laughs> 石倉の中ではね。あの、ガーメンってなんすな。あの時やばかったね。あの、見せプしたかったわけじゃなくてさ、あの、着地時のさ、バサっていうあの、この、 ドサンってなった後にこのグイーンっていう立ち上がりでさこう精進がさこうガクッてこうなんのやってる人だったら分かると思うけどあれ考慮したのとすぐ打ち返しが来ると思ったんよたまんまなかったからたまんまねえなと思ったんよだからもうなんかあれだねアザラダリフルぶん投げてハンドガンで一番振ったり <laughs> まさか抜かれてると思わなかったけど <laughs> 面白かったらしい <laughs> あんな何かハンドガンでさ なんかケツ打っただけなのにさあれ一生さらされてまんじゅうさんもかわいそうになあれまんじゅうさんだったっけもう誰だか覚えてねえや俺かわいそうだなと思いながら見てて <laughs> なんか嫌だったわ流してほしくなかった <laughs> 階段からリオさん打ったらもうだいぶあれねあそうだねそう 4M も行ってしまえば別に突貫来たの打っただけだからなって言ったらもう 全部にケチつけてたらさ何もいいとこないんだけどさ <laughs> やっぱね <laughs> FOE3 枚やった時に <laughs> あのフォーエバーがさめっちゃめっちゃ怒ってたもうボーンって叩いてた <laughs> そんなそんな怒んないやと思いながら後で見てたけどなんかめっちゃさディーブ飛んできてさ怒ってますよとか言ってきてさはみたいな,俺な俺オーバーキリもあおりも何もしてないけどみたいな めっちゃ大凡しててさやっぱこう隠したっていうのもあれだしイ器のあれもあったから多分あれだったんだろうね悔しかった <laughs> こんなやつに負けんのかよみたいな <laughs> 何気に動画で抜かれてないけどそのさっき話した PG なんだっけ PUBG ジャパンチャレンジの初期の大会の 俺のドン勝ソロスクのね、だった時の俺のドン勝ね、なかなか結構今でも鮮明に覚えてるけどね、結構良かったよ。確か最後、え、もうね、一人、ずっと一人で敵めっちゃ打ちまくって、てかね、今で言う、ま、そのジョーズさんとね、あと誰だったっけなマロンさん、いや違う、誰だっけななんか覚えてね、あの、武器道のメンツ二人でね、俺ね、めっちゃ振りポジだったんだけど、なんか打ちかし勝ったんだよね。あれがね、 結構強かったね。あれ多分ね、今映ったらかなり湧くと思う。あん時、紙してみたいのなかったからね。<laughs> 動画ないよ。あん時さ、まだ、動画を撮るとかもなかったしさ。あ、それもね、モールさんがおすすめしてくれたんだよね。あの、動画撮った方がいいし、動画絶対配信した方がいいよ、みたいな。で、ね、おすすめしてくれて、あの、そっから配信するようになって。だで,できるだけ配信した方がいいなと思って。 うん、ラピサンさんが行くからあそうラピサンとおョょさんか分かんない覚えてねケンデさんもよく覚えてんなそんなことよく <laughs> 覚えてるわわしえさあれねあれ結構まあもちろんそのなんだろう言ってしまえばその相手をこう落とすわけじゃないけどまあ敵のミスそのミスをついたっていうあれなんだけどまあでもなかなかいい夢してたねあれは <laughs> で謎で俺 あのー、昔 DMR っていうのさあのー、なんだろう全然持たなくてさ昔から確か M4 に4倍入れ AK に10倍つけて戦うみたいななんかね一力だったっけ ?M4 じゃなかったっけ確か M4 あった気がするなんかね俺ねずっと一人だけ AR2 兆持ち合ったんだよね俺しばらくみんな DMR 使ってる中俺 AR2 兆持っててずっと <laughs> それでもスキルとか取っててさ どんだけだよって。<laughs> なんか、そう、なんかね、なぜか、なんかね、それで漂いてたんだよね、昔。わかんないけど。で、やっててさ。しばらく経ってから、さすがに、いや、これ、いや、もう、d マラあった方がいいなと思って。俺も気づいてやっと。で、人より成長が遅いんだよね。<laughs> <laughs> それで最終的に使ってたけど <laughs>。いや、あれね、やんない方がいいよ、あれあ。バカのやることだからね。もう、ゆうこの皆さんね、二度と真似しないでくださいね。 <笑><笑>いやー、マジでね。アクシズ4たてなんすみんなめっちゃ言うな。そんなか、なんかもっとあったけどな、マジで。RJ、RJ4 枚落としたのとか、俺結構あったけどな。何回かあった気がするしかも、あそれ今とメンツ違うけどね。今とメンツ違うけど、RJ とか、ザナでめちゃくちゃ落としたのとか、結構あったけどね。なんかもう、覚えてねえや。V3 とかも結構、やったし。 え、まああんま覚えてねえな。あ、結構あるよ。結構ある。<coughs> あ、大会のそうだね。エンキャリスナイパーとかもあるしね。なんか大会結構抜けるね、スナイパーで。なんか、なぜか知らんけど、大会物心悪くてさ。で、めっちゃスナイパー転がってんだよね。でも、使うしかないみたいな。<laughs> そういうのがあって <laughs>、結構あれだね <laughs>。いや、上には別に言うことないよ。あの、言うことないって変だけどな。あの、感謝しかないっていう。 まあ、綺麗な方でね <laughs>。いや、ありがとうございます、本当に。日ッキーさんにさっき俺も言ったけど。いや、すごい。今まで本当ありがとうございますって感じだね。めっちゃ時間できるやな、でもこれから。<laughs> どうしようかね。配信はもちろん、かなり多めにするけど。スイッチ戻ったし、あの、映画をさ、ちょっと見る時間作りたいなと思って。そう、映画見たいんよね。あの、毎週何曜日にサム映画みたいなの決めるか <laughs> <laughs> 見る人いるかどうか知らんけど <laughs> ちょっと見たいね <laughs> まあ近いうち PPG のカスタマー含めてなんか近いうち予定をちょっとあれするかまあ何でも言うけど Twitter でも言ったけど別に PPG やんなくなるわけじゃないんであのーまあ選手としては多分って感じだけどまあ少なくともあのー全くランクやんないとかあとは 何その映さないとかそういうあれではないんで全然 <laughs> そこは気にしないでもらえていややる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 全然白ソリッチやねこの前見ちゃったんだよねどうせやったらなんかもっと好きなやつみたいなそうだね <laughs> まあなんでちょっと料理はいいたいっすねッ <laughs> <laughs> 料理は引退します。いや、チアはね、あの、後々で。<laughs> RPG あるかねちょっと分かんないけど。まあ、基本的に俺、雑なおめで、こんな感じで。ーメリ雑談でて見れるのマジで、じゃあ見たいね。ええー、いいね。いや、行った行った行った。あの、もうメンバーには行った。今までどうこうみたいな。特にポリさんにはすごい行ったかな。まてか、そもそもなんか、ポリさん なんだろ今日多分遊ぶし今日か明日なんかそんななんかあれだよね引退って感じしないでポ <laughs> リーザに対してはなんかそれはあんまないな <laughs> どうせなんか別にっていう感じだからさ <laughs> まあ多分向こうもそうだろうしなんか別にこれで終わりじゃないからまあ、とりあえずあのフィアちゃんと飯が行きたいから北海道適当に行って <laughs> ちょっとフィアちゃんと飯でも食ってきますよそうだね p <ク> <laughs> g c 解説は分からんけど <laughs> まあまあとりあえずこんなもんか、まあ、だいぶ話した、まあ、もうもっと話せって言われたら多分3時間ぐらい話せるけど、まあ、だいぶ言いたいこと言ったんで言いたいこと言ったって変だなの、まあ、だいぶ振り返ったと思うんで はい。まあ、配信ちょっと多めで、まあ、ほぼ2トみたいになるんで、あの、よろしければ、ご支援をよろしくお願いします。<laughs> 頑張ります。<laughs> いや、好かれてばっかじゃないよ。マジで。嫌われてるよ。<laughs> ついてくれてる人もいるけどね。ありがとうございます。はい。いやまあ、配信するとき、ツイタートします。基本夜かな、でも。夜、夕方。 はい。というわけで、一旦、失礼します。ありがとうございました、今まで。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。